吉田さん、こんばんは。億万長者に向かう道なんですけども、まあ、私別に自分のことを億万長者だっていうね風潮するつもりはないんですけども、まあ、例えばね1億円私が稼げたとしたら、それは1億円分誰かの役に立ったってことだっていうふうに私はね思ってるんですよ。いや、もっと言えば1億円じゃなくて、もっともっと数億円の役に立ったがお金として返ってきた時に合計で1億円を超えたってことなんではないかなと思うんですよね。で、世の中っていうのはすべからくそういうふうな形でできていて、役に立つ人っていうのはお礼がもらえるし、役に立たない人っていうのは誰からも声をかけられないしっていう関係なんだと思うんですよ。ですんでね、一部の人にはものすごく受け止めがたい現実かもしれませんけども、ビジネスをやったりとか発信をして何の反応も得られないってことは、その発信とかビジネスが役に立っていないっていうことをまずね自己否定論的に認めるところからスタートしなければならないのかなと思うんですよね。世の中には無料で発信してるのにたくさんのアクセスを集める YouTube っていうのはあるわけですよね。でも、一生懸命自分なりに編集したりとかね、テーマを決めて作り込んでいるのに誰にも再生されないと。再生されてもバッド評価とか、それから逆風が吹いてくるようなね、そんな寒々しいコメントがつくとか、そもそもコメントすらつかないみたいなこともあるわけなんですよ。それはまだまだ人の気持ちを動かすほどにまで、まだできてないのかなっていうふうに考えた方が答えは見えやすいと思うんですよね。さあ、それでね、今回の動画のまとめなんですよ。まとめというかね、私なりの方法をちょっとここでね公開すると、もうご存知だと思いますけども、私はですね、自分の YouTube で特定の YouTuber さんを勝手に紹介することがあるんですよ。なんとかなんとかさんの YouTube はこういうふうなことを語られて、僕はすごくね共感を覚えました、すごくいい視点を持たれていると思いますみたいな紹介動画を勝手に作るんですよ。で、私の中にルールがあって、その紹介動画っていうのは自分よりもね1桁もしくは2桁アクセスが取れてない、チャンネル登録者数が少ない、こういうふうに決めてるんですよ。で、どういうことかっていうと、私チャンネル登録者数が1万人ぐらいいるんですけども、だいたい数十人とか数百人みたいなね、これから YouTube をたくさん作っていくぜみたいな人の動画を取り上げるんですよ。そうすると、取り上げられた人ってどう思うかっていうと、こんなにたくさんの動画を作ってる方、チャンネル登録がもう結構いらっしゃる方に、あ、自分って見られてるんだっていうふうな励ましになると思うんですよね。で、そういうふうにして自分の尽くせる人を毎日見つけていく旅っていうのが、ビジネスの一番根底にあるものなのかなって私は思うんですけども、いかがですかね。誰でもいいと、自分に呼びかけてもいない人にもう無理やりね、もう役に立たせてくださいっていうふうにお願いしていくと。でも、お代はいりませんから、あなたのためになれるかどうかを自分の力を試させてくださいって言っても、いや、いらないですよ、気持ち悪いって言われることがほとんどなんですよ。駅前でティッシュ配ってても100発100中で手に取ってくれるわけじゃなくて、絶対ティッシュっているもんなのに受け取ってくれない人の方が多いわけですよね。だから無料でも受け取ってもらうのが難しい時代なんですよ。だから無料でも受け取ってもらおうと思ったら、相当な精神性とかね、人間性とかね、声のかけ方とかテクニックとかっていうのがいるんですよね。だからその中で無料で受け取ってもらうことは難しいのに、お金をいただくことってもっと難しいんですよ。だからまずはね、無料の発信とか無料の問いかけがどのぐらいの反応を自分にとってね、返ってくるのか、示してみるのかってことを、やっぱり反応を見るためにも動画の発信とかたくさんしなくちゃいけないんですよ。無数に自分の動画が全然ね、ゼロ更新続けてるとか、再生数が3とか5とか、これではね、やっぱり人の心を動かせてないなっていうふうに感じることができるんですよ。そしてどうやったら人の心が動かせるかなってことを、あの手この手で動画発信していかなくてはなりますよね。例えばこういうふうな格好をするのも一つですし、それから話す内容を決めるのもそうですし、テクニカル的に言ったら、今はねカルロス・ゴーンさんとかね、そういう話題を、もう世界的に有名な話題とかアクセスをすでに集めてるものに乗っかっていくみたいな方法もあると思うんです。まあ、いろいろとね話せば尽きないんですけども、まあいつも同じですよ。やりましょうってことなんですよ。とにかく人のためになることをやりましょう。もっと言ったら人のためになるかどうか分かんないけども、とりあえずやってみましょうっていうところがね、スタートラインでございます。本日は以上です。